中曽根美希は日本の歌手、東京都出身。本名は国場勝子。東洋音楽学校卒業。ミュージックオフィス、郷田所属。川は流れるのヒットで知られる。1944年両親は共に沖縄出身であったが、第二次世界大戦の戦火を逃れるため沖縄から東京に疎開し、勝子が生まれる。1960年に本テレビ。 東京物語に出演し、その主題歌、愛に生きるで、翌年5月に歌手デビュー。1961年9月発表の、川は流れるがヒット。12月には、第3回日本レコード大賞新人奨励賞を受賞。1962年12月、第13回 NHK 紅白歌合戦にも、初出場を果たし、赤組のトップバッターを務めた。 この頃、空手道、キックボクシングで一時代を築いた山崎テラシアんの熱狂的ファンになり、自身の事務所に山崎を招待している。有馬温泉、兵衛紅葉閣の CM ソング、有馬兵衛紅葉閣も彼女が、有馬兵衛の紅葉閣へと5秒 CM で歌っている。その後も、島育ち、天見恋氏や、ドリームファイブ、海と野菊と、仙道さん、 恋しくてなど次々とヒットを飛ばした。1971年司会師と結婚するために芸能界を引退。1972年11月23日、長男一世を出産その後に、やむなき事情で離婚。白、橋英二と再結婚。1975年夫白橋が沖縄国際海洋博覧会に合わせ、地元の政財界の人々の協力を得て、 海洋博会場入り口にショッピングセンター、ビッグマートを開設した。ところが、時期がオイルショック直後だったということ、海洋博自体が不人気であったことなどから、事業は破綻した額の借金を負う。1975年12月東京、神田に東京エレガンスルーム開業。1977年3月5日次男雄大を出産。 陣痛から出産までわずか30分という当時の病院記録であった。1977年12月銀座の目抜き通りに中園根美希新美姿サロンを開設、フランチャイズを展開。1978年6月12日長女秋を出産。1981年1月美希コーポレーションを出して倒産。その後事故破産し、夫とは、 離婚1998年テレビ東京、年忘れ日本の歌で25年ぶりに歌詞復帰。2000年初のバースデーライブを開催。フジテレビジョン、白馬家プラス、日本テレビ、ルックルックこんにちは、テレビ東京、夏祭り日本の歌、歌詞駅ベスト10など、多数出演。2001年映画、バックステージに出演、主題歌、アイアイム。 映ガーをおよそ30年ぶりにシングルで発売。この映画には、次男の雄大と長女の秋も出演している。2008年10月9日、長男一世が病死。死因はがん去年35歳。2012年2月12日テレビ東京、日曜ビッグバラエティ懐かしの昭和メロディにゲスト出演。2012年10月10日、 ユーポートで開催された秋の歌謡フェスティバルに出演。2017年2月15日、テレビ朝日、鉄子の部屋に出演。トーク番組は初出演となった。2017年現在は銀座でクラブミキを経営している。ありがとうございます。